皆さんこんにちは、去年の夏ぐらいからですね、大変ご無沙汰をしてしまったんですが、金なし小なし中国輸入虎の巻、久しぶりの更新でございます。よろしくお願いします。今日はですね、輸入時に取られる税金というテーマでお話をさせていただきたいと思います。輸入時に取られる税金についてなんですけども、主に、2種類ありまして、輸入関税と輸入消費税という2つの税金が主にかかります。輸入関税というのはですね、輸入する品目ごとに税率、あるいは税額が決まっておりまして、これがですね、実際自分が輸入しようと思う商品がどのくらいの関税がかかるんだろうっていうのを調べるにはですね、実効関税率表というキーワードでネット上でググってみられるとですね、おそらくこういったですね、税関のホームページの中の一つに実効関税率表というのが公開をされております。これがですね、実効関税率表の大枠の、目次みたいなページになるんですけれども、例えばですね、ちょっと画面からは、字までは見えづらいと思うんですけど、まず第1類動物括弧生きているものに限るとかですね、第2類肉および食肉のくず肉、みたいなものがあって、で、こちら側のですね、税率っていうところをクリックをすると、この動物括弧生きているものに限るっていう、大分類に属する商品がいろいろと出てまいります。ちょっと次のページで見ていきましょう。ちょっとここもですね、このページも非常に字がちっちゃくて、分かりづらいかと思うんですけど、これが先ほど の大きい大枠のカテゴリーをクリックした次のページに表示される具体的な関税率の表ということになります。一応ですね、ちょっと字が本当に見えないと思うんですけど、ここはですね、参考として綿製品のものという商品名で表示される税率表になります。で、関税率というのがですね、ちょっといろいろ複雑な決まりがありまして、例えばここは綿製品のものなんですけども、ここにですね、関税率っていう実際の税率が書いてありまして、綿製品のもの基本は 13.4% で、この隣の隣がですね、WTO 協定って書いてあるんですけど、WTO 加盟国同士であれば基本は 13.4% なんやけど、8.4% でいいよと書いてあります。でさらにその隣がですね、特恵って書いてありまして、これはですね、やっぱり政府が決めた、特恵国っていうのがあって、その特恵国から輸入した綿製品であれば 6.72% でいいよっていう表でですね、でさらに特別特恵、特別特恵国からの輸入であれば無税でいいよと。でその隣がですね、これは経済、連携相手国かなんかですかね、すいません、ちょっと正式名称ではないかもしれないんですけども、例えばシンガポール無税、メキシコ無税、マレーシア無税、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ等々は全て無税になってまして、こういった経済連携相手国からの綿製品だったら、関税取らんよということが書かれてあります。なのでちょっとこの辺をよく読むとですね、なんか綿製品を輸入しようかなと思った時に、可能であれば例えばシンガポールとかタイとかですね、インドネシアとかから仕入れられるのであれば関税はかからないで仕入れられるねっていう感じになります。今は綿製品という
例えで見たんですけど、実際に輸入をするときは結構、正しい税番というのがやはりこう素人では判断できないことがよくありまして、実際に輸入をしてみてから、この商品は非常に関税が高い商品だったっていうのが判明すると、割とちょっと、痛手になりますのでですね。で、わからないときはですね、各税関に税関相談官という方がいらっしゃいまして、まあ、税関というとなんかえらい怖いイメージがあるんですけど、意外と親切、いろいろ相談に乗ってくれたりですね、何輸入しようと思っているのとかいう感じで、割と気さくにですね相談に乗ってくださいますので、事前に税関相談官に、相談すると、こういうのを輸入しようと思うんだけど、税番はどれを取ったらいいですかねなんていう感じでご相談をされると、安全かと思います。ちょっと話脱線するんですけど、関税の絡みでですね、これ大人の事情なんですけど、お米の関税についてちょっとお話をしたいと思います。お米はですね非常にこう、タッチーな、商材でございまして、まずですね、政府輸入米っていうのがあってですね、政府がもう年間こんぐらいは海外から買わないかと、決められているお米なんですけど、それに関しては、無税ということになっております。それ以外のですね、一般ピーポロが、お米を輸入しようやっていうことを企てるとですね、どうなるかというと、1キロごとに、402円の、関税を取りますという決まりになっております。で、これですね、例えば1キロごとに402円の関税が取られるということは、10キロの輸入米、10キロのお米を輸入しようというときは関税だけでですね、なんと4020円、税金が取られるということになってまして、まあ、お米とか買われる方は大体日本の米相場をご存知だと思うんですけども、関税だけで大体まあ国産米相当の値段になってきます。でもちろんその、輸入米だとはいえですね、原価はタダではないので、この4020円プラス、まあ、商品の原価、および海上輸送費および、輸入消費税とかいうのが、まあ、最低限かかってきますね。それを国内の流通に回した時の中間マージンみたいなものも発生してくるので、実際にはですね、非常に、米を輸入するともう関税だけでアウトになるような仕組みが作られているということがお分かりいただけると思います。かなり大人の事情ですね。はい。で、次ですね、輸入関税の、まあ、課税対象ということになるんですけど、これはですね、海外で買い付けた商品代金プラス、運賃、まあ、国内日本の港に持ってくるまでの、海上輸送費であるとか、まあ、国内についてもですね、補税倉庫というのがあって、補税倉庫までは、一応まだ国内とは見なされていないので、そこら辺の、船会社さんの費用であるとか、保険はですね、まあ、かけなくてもいいんですけど、まあ、輸送時になんか事故った時とかのための保険とかですね、そういったものを含めた合計に対して、先ほどの、関税率というのを、かけます。で、先ほど例えで見た綿製品であれば、ちょっとこういった金額かける基本の税率で見ると 13.4% だったかと思うんですけど、 13.4% をかけた金額が関税ということになります。輸入消費税というのは輸入消費税というのは上の輸入関税と同じような感じなんですけど、輸入外国貨物の代金と、輸送費保険料にですね、この関税まで足した合計に対する 8%
になります。で、これ国内の、一般的な消費税も一緒だと思うんですけど、 6.3% が、いわゆる消費税本体で、 1.7% が地方消費税というような内訳になっております。で、ですね、輸入申告の際にこの、正しく輸入金額を申告をして、この輸入関税と輸入消費税を納めた後に輸入許可が下りる、まあ、荷物を引き取ってもいいよというような流れになります。今日はですね、少しややこしかったかもしれないんですけども、輸入時にかかる費用ということで、輸入時に課税される税金についてのお話をさせていただきました。ちょっとですね、今日は非常に一般的なところでお話をしたんですけれども、輸入関税以外に、まあ、例えばお酒類だったら、酒税のようなものも課税されますし、商品ごとによって、まあ、さらなる税金が課される商材も多数ございますので、事前によくお調べをいただきましてから輸入申告というか原価計算をなされるとよろしいかと思います。今日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。さようなら。